何だ。やばい。これやばい。およろしく頼むぞ。3、2、1。さあ来ました、姫様拷問の時間ですってやつね。どんなお話になってるのか。あ、姫様かな。うん、これじゃない。何してんだこのところ。うん、魔物の討伐か。ああ、戦える姫様なのか。あれ出てきちゃったんじゃない。もうめっちゃでけえめっちゃでけえぞ勝てるのかこれ。うん、やれる。うん、わ、なんかすごい剣。うん、まあ、ここは勝てるのか。やけ、捕まっちゃうんじゃないかなって思うんだけどね。あんななんか言ってるけど負けちゃうんじゃない。お、お、いやけど勝てそうな流れだぞこれは。いや、どうだろう。え、あー、エクスプロージョンではないのか。あ、勝つね。おう、倒したじゃん。おう、めっちゃ強。おう。ああ、もうみんな、姫様万歳。ああ、騎士団長。この毛かっこいいな。いや、ここまではなんかいい感じだけど、絶対なんかあるよね、オチが。ん？ああ。あ、悪者サイドか？あ、もう捕まってんのかな？あれ？いや、捕まってるだろ、これ。なんで？あれからなんかあったんだろう。あらら。あ、え？剣も？うん。うん。あ、これが喋ってるの？ああ！そういう感じ。インテリジェンスウェブ。うん。いや。いや、もうなんか今のが完全にフラグにしか聞こえない。あ、早速早速拷問なんじゃないこれは。まあけどなんか考えてる拷問って普通のね、言葉通りの拷問ではないっぽいんだよね。なんかシリアスな感じで見るアニメじゃないでしょだって。持ってきてる。この人が拷問官のね、セクシーなお姉さんだけど。お話。秘密。いや、そう言うけどさ、お前。そう言うけどでしょ？姫様みたいな感じなんじゃないの？あ、拷問官。トーチャートルチュール。おぉ、アイアンメイデン。あ、そんなのある。
むしろそういう方が、喋、うん、らない感じなんじゃん。むしろ飯とかで釣られてさ、ねえ、あのキービジュアルの、やられちゃうんじゃないの。あれ？あ、なんか入ってんね、多分。ご飯出てくんじゃない？え？なんだあれ？え？それは？いや、食べ物だよね、多分。あ、トースト？え、トースト1枚？まあ、美味しいけどね、トーストも。いや、まあ、こうなるわな。普通に考えて。なんか、飯テロアニメなのかな、一応。でご飯を使って、まあ、拷問されるお姫様の話だと思うんだよね。で、多分、飯を出されちゃったら、心折れちゃうというか、ついポロッとなんか行っちゃったりとかしてっていうところがあるんじゃないかな。ああ、こんな姿も見れる？囚われてるからあれかな、魔族側みたいな感じかな、今の登場人物は。だから、この今の場所からはずっと出れないって感じなのかな、お話的には。あら、かわいい。あら、そんなのもいる。いや、多分戦ってるシーンなんて最初のここだけだったんじゃない？これちょっと雪だけどさ。まあ、戦えば強いんだろうけど。またあの、いい感じにこの剣の人が X だったっけ？なんか突っ込みが入ってきそうだね。あはは、もう。あはほら、え？なんか仲良しさんじゃん、ちょっと。はあ、何だったんだろう、今。さ、来ました。始まるぞ、拷問が。ああ、テーブルセッティングして。はあ。いや、ほら、やっぱ、いいツッコミ役になりそう。いや、むしろ分かってんじゃない？この弱点。いや、もう最初から、もう最初からなびいてる。いやいや、もうダメだ、この子。めっちゃチョロ姫だわ。おう、いや、すぐぐっするくせに。あ、匂い。いい匂いだよね。バター乗ったトースト。ちょっとナウシカっぽいね、なんか。いや、これで青い服着てたらな。いやー、こんなあれが入ってくんだね、小ネタが。おー。うわー、食べたくなるなー。このちょっと厚みのあるトーストがいいね。やば。うわー、これ夜中見るアニメとしたらすごい飯テロだー。いや、壊れてる、壊れてる。何？割るの？あははは！やばい！これやばい！このアニメ！わあ！ダンジョン飯が今期のあれかと思ったけど、こっちの方がやべえわ、飯テロとしては。うーわー、いい音。いや、これきついね、この拷問。ああ、こんな大きさがあったらちょっと寝てみたいね。今のみたいに。耳が幸せ？うわ、浮いてるじゃん、鉄球ごと。戻ってきた。お帰り。もう、クッコロとかになっちゃうんじゃないの？これで。いや、答えてるね。おう。第三の矢。え？から？もう
やべえ。やべえ。いや、ずるいて。それは美味しいやつだわ。うわ、目の前で食べちゃうんだね。どうする、キムさんは。これ落ちたんじゃない？なことないかな。いや、止まれ、姫様止まれ。あ、食べちゃった。いや、うまいよねこれはもだえるわこのアニメちょっとやばいな終わった。え、けども話しちゃったら終わりじゃない？うん。これ話しちゃったよ。うん。うん。食べたいのね。まあまあまあ、1枚くらいあげてほしいね。うん。ああ。もらえないのか。逆？すげえ。甘やかしてくる。逆の。あ、よかったね。いや、よかったけど、トーストで入っちゃうて。パーティーだ。どんちゃ。弱すぎる。なるほどね。こういうのでどんどん続くんだ。なるほど。いや、次なんだろう。いや、次なんだろう。いや、これやばい。1話で何回来るのよ。いや、1話で2、3品くらい出てきそうだな。え？これはあれじゃない？たこ焼きとか、あ、もう今、たこ焼きあったぞ。たこ焼き来るだろ、これ。さあ、後半。いや、あれはね、ひっくり返すやつだと思うんだよね。ほら、ほら。いや、たこ焼きはやばいって、目の前で。かつお節とか踊らせちゃうんだ。うん、いや、いい味出すね。もう、こいつがいるおかげで、一回あげるからね。いや、どうでもいいわ。うん、いや、毎回屈するんだ、これ。もうやってるじゃん。うーわ、マヨネーズこうかけてな。いやー、目の前で焼かれるたこ焼きはたまんないぞ。ソースの匂いといい。あ、もう、早いだろう、今回。あ、食べたことないの？だからこそ惹かれる。うん。いや、めっちゃ和だな、おい。焼きそばもあれば。あー、美味しそう。トロトロも好きだけど、銀だこのカリカリも好きだわー。え？よだれかこれ。あ、涙か。よだれかと思った。はははは。もう、かわいすぎる。え？いいの？うん。あ、やばい。めっちゃ熱い。食べれない。出来たてのたこ焼きはね、一口で口に入れんのきっついよね。やけどしちゃうもんね。ベロッベロになるよね、口の中。いろんな美味しいが聞こえる。いや、なんか出てきたけど。何この演出。あ、たこ焼きなのか。ああ、いいね、ハーモニーが。何これ踊ってる。ああ。
いや、たこ焼きも食べたい。いや、けど俺、トーストの方が惹かれてるな。あの音が。もう。知っちゃったね。もう知っちゃったら戻れないよ。もう定期的に食べたくなっちゃうよ。あはは、話した。いや、やってる。自分で。あの子かわいいな、あのゾンビみたいなの。もう。いや、知らんし。もう X 激おこじゃない？ああ、チーズ。今度はプニットロ。もう、側近かなっち。いや、魔王様は迫力あるね。けど怖くて使えない。もう。もう。だから延長戦？もう。あ、これであれかエンディングに向かっていくのか、もしかして。あ、まだある。え、夜中に。夜中にはきつい。やめて、深夜に何？いや、深夜の飯テロはきついよ。ああ。いや、こいつ分かってるわ、やり方。で、違うって。違うって、もう飯しか来ないって。甘いものかな？夜中の甘いもの。だそういうのなら耐えるよ。すごいじゃん。ゲームあるんだろ。それならいいけど。ほら。何出てくるの？何？え、てか、1話で3回もあんの？やばくね？このアニメ。てか、すごいオーラ。暖かさ。暖かさ。うん。何を食べようってんだ。うんだ、ラーメン。これは罪だ。これは罪。ああ。いや、こんにちはだね。いいね。早くくれみたいな。うわ、うずらも入ってない？ちょっと、ずる。いや、だからこそ入れたくなっちゃうよ。そう、それがまたね、エッセンスとなって。そうなのよ。あ、目の前で。あ、これいいよね。この子をやるの。いや、この子も可愛いんだよな。この姫が最高。うわ、美味しそうに食べるじゃん。また汗かきながら。いや、こんなのずるいよ。いや、だだっこ。だだっこになって、幼児対抗しとるやん。いや、もうこの X さ、あれこれはもうクッコロじゃん、こんなの。どう？いや、わかんない。替え玉とかあるんじゃない？替え玉。来ないか。おう。ほんと？いや、まだ次があるはず。ミニライスある。あるね。いけるよね。わー。あー、しみしみの。やめろ。俺も食べたくなる。やめてくれ。いや、朝4時半までやってるラーメン屋あるんだよね。あ、モノクロ。ジョーだ、ジョー。あ、注文したんだ、今。あ、また。いや、美味しそう。だよね。あ、ライス？お？なんだろう？
そんなの出されたことない。いや、そうな。いやー、いいとこ行くな。いつも通り。ああ、また頑張れと。と。うん。ああ、あれか。他のオープニングで出てたのも拷問感とかなのか。出てる。いやー、結構幸せに過ごせてるね。この牢屋で。そうだね。すべてにおいて。あ、終わった。やべえ。これやべえよ、このアニメ。これは夜中にお腹ペコペコで見ると、死ぬね。みんな。もうみんな、いや、これを放送することによって結構太る人増えるんじゃない？いや、俺絶対なんか食べちゃうもん、この後。わあ、危険なアニメに手出しちゃった。もうよだれ溢れまくるわ、リアクションしてて。美味しそうなんだもんね。特に今回はやっぱあのパンの音ね。あれはやばい。あの音は常にさ、このいろんなあれ食べ物でやるのかなと思ったら他ではやんなかったけど。いやー、俺あれが一番落ちるかな、姫様の立場だったら。まあ、他の食べ物も美味しそうだったけど。いや、あのシンプルなのがいいね、また。バタートーストっていうさ。まあ、けど最後のそのシチューのね、残りっていうところも憎いわ。何ワイン入っててそこに浸して食べる下パンではなくっていう。いやー、けど俺は、もう胃が、胃がけど胃はラーメン求めてるかな。入れてくれって。いや、みんなどうすんのこれ、この後食べに行ったりさ、なんか食べたりしてるでしょ。いや、そこら辺コメントで聞きたいわ、俺、今すぐ。お、シーパート。あ、やっぱ捕まるまでのやつちょっとやってくれんのかな。うん。あれ？これ、あれだね。うん。これで倒したと見せかけてなんじゃない？ゲーム。ゲームって、こういうゲーム？ああ、あるんだ。そういうの。ああ。いや、この姫様、あれだな、あんま、見た目のほどしっかりしてなさそうだな。ちょろいし。まあ、やるときはやるんだろうけどね。まあ、やれてないから捕まってんのか。そんなこと考えてたの。ああ。いや、言えないね。抑えられないし。ほう。それで、やだ。こんなの俺が兵士なら知りたくないよ。いや、知らん、知らん、知らないって。はい、というわけでね、今回姫様拷問の時間です。こちら見させていただいたんですけど、やっぱり飯テロアニメとして最強の部類に入るやつだったね。まあ、少しは覚悟してたんだけどね。いや、これはちょっと毎週は大変だぞ。みんなもこれ見る前にお腹いっぱいにしとかないとね、ちょっと吹きっちゃうよ。これ毎回だからどういうご飯が来てどういう演出をね、拷問感がしてくるのかっていうのを楽しみにするアニメ。しかもその拷問感も結構変わるっぽいし、あとはやっぱあの X ね。まあそこら辺のちょっとツッコミも面白いかな。毎回ちょっと変な擬音みたいなの入ってきてね。姫様もいい感じに壊れるし。まあ、すごく楽しく見れる作品だなと思います。というわけでね、皆さんもこの3ヶ月間ね、太らないように気をつけてこのアニメ楽しんでいきましょう。では最後にね、この作品に対する皆さんの感想だったり、心配するコメントをお待ちしております。また動画を撮れたチャンネル登録、まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて気づきを楽しんでください。以上、動画ブックスコープしました。バイバイ。